アレクサンドル・タンメルトは、エストニアの陸上競技選手、専門は、円盤投げ。身長196センチメートル、体重117キログラム、タルツ出身。2004年8月アテネオリンピックに出場し66メートル66の記録を残して、当初4位になったが、優勝したロバート・ファゼカシュが失格となったため3位に、繰り上がり、銅メダルを獲得した。 9月には IAAF ワールドアスレチックファイナルで2位に入った。2005年8月世界陸上競技選手権、ヘルシンキ大会、9月 IAAF ワールドアスレチックファイナルでは共に4位となった。2006年7月ヨーロッパ陸上競技選手権、9月 IAAF ワールドアスレチックファイナルでは3位となった。この4大会では同じエストニアの選手ゲルドカンテルが いずれも2位に入っている。その他、オリンピックにはエストニア代表として3度出場し、1996年、アトランタ25位、2000年シドニー9位、2008年北京12位の成績を残した。スロベニアのやり投げ選手、エリザベタ・ロンドヤロー・ビッツ・タマートと結婚2時を設けた。2012年ドンドンオリンピックの開会式では、 エストニア選手団の騎手を務めた。父は、円盤投げの選手であり、陸上競技指導者であった。アレクサンドル・タンメルトシニアであり、1966年、ヨーロッパジュニア選手権優勝者であった。ミナー・ボーズ・ディスカス、チャンピオン・ストリップ・ド・ブ・ゴールド・ザ・デイリー・テレグラフ2010年4月28日、閲覧、オルソン・セールズ・ツー・ホーム、タウングローリー BBC ニュース、 2010年4月28日、閲覧。リースス・ヘレン、アレクサンダー・タマーティ・ピープルーブ・ミックス、ピザ・トゥ・トレイ・キール・セナイタス・ネイス・テレイト、イエー2010年4月28日、閲覧。マーチン・スマトフ、フーバスティ、アレクサンダー・タマート・シニア、エストニアン・ポスト・タイムズ2010年4月28日、閲覧。ありがとうございます。